もう暗くなるのに女一人でこんなとこ。父すげえ、酒の量もすげえ。俺には手に負えなさそうなタイプだな。まだ飲むんかい。わっかりやすく失恋してるな。ケンジのバカ野郎、最低男。こういうの本当にやる人いるんだ。お前が結婚するときは友人よそって二人でよくラブドール作ってる会社の株を買いましたね。そんなケンジさんが選んだ人は空気読める嫁でしょうね。かっこ笑いかっこ閉じ。男は結婚で一皮むけると言いますが、数年前に手術で剥いたばかりなので気をつけてって電波打ってやる。ケンジに同情、ほっとこう。あのそんなとこいると危ないですよ。足フラフラだし。あれ、この人どっかで。ガキにナンパされるほど困ってないから。違いますよ、俺は単に注意しただけで、そんな気に全く。こんな童貞臭いやつにさえ見向きもなれない私って。この人めんどくせえ。アンド超無礼。川で適度に溺れて罪の意識植え付けて。うわあ、そんな気あった、ありました。僕でもうっかり。お姉さんは非常に魅力的ですが、僕には荷が重いというか。重いってやーな。あーもうくそ、ちょっと下半身新品だからって調子に乗んなよ。乗れねえよ。使う、勝手に認定しないでください。違いますから。あのさ、こんにゃくは食い物だぞ、片栗粉も。この人最低。腹減ったな。自由すぎる。親子丼、親子丼食べたい。ちょっとトランク忘れてますよ。親子丼、すみこさんの。今すみこさんって言った？はい、これちゃんと持って、ゴミは捨てときますから気をつけて。お前いいやつだな。なんか初めて会った気がしないし。ねえ、お姉さんがいろいろ教えてやろうか。何してんですか、こんなとこで。河合先輩、絶対。なんだよりっちゃん、なんちゃって妄想通りってドッキリ大成功のはずだったのに。お酒臭、また酔ってますね。これじゃまるで私が襲ってるみたいじゃん。みたいじゃなくて襲ってたでしょ。あの人酔っ払うといろいろひどいから近づかない方がいいよ。手遅れな情報ありがとうございます。ところであの人ってまさか。あー、これめっちゃ楽しい。何してんの、あの人。一番錦野真由美、お股がこすれて熱くなっても頑張ります。どこまで最低なんだあの人。つか、あんなベロベロで着地で吹っ飛ばされるんじゃ。よし、行くぜ。先輩、あ、なんか怖いからやめる。あれ、ただでさえ辛いのに、なんでこんな怖いことやる羽目に。意味わかんない。ああ、うわ、ちょっと、なんで。あ、危ない。まゆみちゃん、酔うといろいろ見境ないから外で飲まないって約束したわよね。りっちゃんも気をつけないと。うさくんがかばってくれたからよかったものの。ああ、いえ、単に下敷きになっただけで。湿布貼っとこか。写真詐欺だって、りっちゃんが突然殴ってきて。すいません、次からは辞書投げつけます。死ぬわ。やめなさい。彼ができたから落ち着いてたのに、こんなに荒れて。喧嘩でもした？旅行も明日までだったわよね。メール見ちゃった。あいつ二股かけてた。
あんなやつだと思わなかった。信じてたのに。まゆみちゃん、ほんと男運悪いわね。見る目がないだけだと思う。でも前が三股、その前が四股だから進化はしてるんだけど。みんなひでえ、慰めろ。この人の言うことは当てにならない。はいはい、ご飯にしましょうね。ちょっと待っててね。いただきます。親子丼。あれ、魚。美味しい。そう、大丈夫？あ、いや、平気です。ごめん。本当だ、全然。無表情じゃないや。お詫びに、後でおっぱいパフパフしてやんよ。